はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。さて、そろそろみんなでバトルの動画を出して55から60本ぐらいかな。最初の方のみんなでバトルは確かランク D ぐらいから始めてるんですけど、そろそろね S プラスになってもいいんじゃないかって思ってる方もいるかもしれないよね。まあ S プラスに行ったところでみんなのバトルのね動画を出すのをやめるっていうわけじゃないんですけど、見た目がかっこいいじゃん S プラスって、一番強いみたいな感じじゃん。よし、このまんま行きますか。危ねえ、わあびっくりした。危ない、あーちょ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 、よしオッケー、よく避けました私で、中間ポイント取ったから、よしオッケー。そしてドアに入る。なるほど、ここで来るのか。最悪だ、しかも壁の甲羅やられるし。あ、ルイージもやられた。お、キノコとかないな。キノコとかあればいいんだけど、これ右行っても何もないよね。じゃあさっきのキノピオ、あ危ない危ない危ない。よしオッケー、あうまい、待ってくれ。よし、今取られたかと思った。よしゴール、勝ちからのスタートは久しぶりだ。え、待って待って、今のキノピオ見た？めっちゃひどくない？今のキノピオ、いや今みんなでゴールできたよね。ゴールの阻止をしたぞ今キノピオは。1位の取り合いでねゴールを阻止するっていうのはわかるんだけど、3位と4位の取り合いでお前はゴールさせねえぜみたいな感じでヒップドロップかますのはね、どうなのかな、ちょっと悲しいよね。さて、なんかね最近のみんなでバトルの動画はめっちゃ面白そうなステージが多いよね。よし、このまま、あ、なるほど、俺もそれが欲しいけど、よし、OK。で、どこに行くんだ。なるほど、そういうことか。あ、待って、ひどい、ひどいよ。よし、OK。一番最後か。じゃあこれを、なんだこれ、あ、上に行ったらいいのか。で、このまま上に行く。オッケー。で、このまま左に行きたいところだけど、これも上かな。よし、オッケー。そしてこのまま右に行こう。どっちだろう。よし、一応中間ポイントは取っておく。そして右に行く。あ、待って。で、これはスネークブロックに乗ればいいの？多分いらないっぽいな。で、このまんま上に行くと何がある？めっちゃ上長いな、上長いな、土管があるのか。あ、待って、俺も絶対ここだ、絶対ここの土管に入ればゴールだったんだ。めっちゃ上長かったよねこのコース。マリオメーカー2のコースってあんなに上が長くできるんだ。さてさて、そうは言っても今日のピオキングの目標は4750超えですよ。ピオキングさん分かってますかね。ピオキングさん、あ、そういえば前回の動画で帽子変えるって言ってたよね。忘れてた、思いっきし忘れてた。今回このみんなでバトルがね終わる時に変えてみようかなって思うんですけど、よし、このまんま行くか。危な、でこっちに右に行くと、おー、つららに当たった。今一番最後だ、ピオキングさん一番最後ですよ。これ土管近道とかない？ないな。待って、俺以外みんなあ、いるいるいる、みんないるな。よし、なるほど、これは確かにバトルじゃきついなこのコース。え、待って待って待って、マリオ来ないで、多分投げるんでしょ俺を。あ、マリオ優しい、今ヒップドロップしてきたけど、めっちゃヒップドロップしてきたけど。よし、でこのまんま右に行くと、この土管に入ればいいのかな。そして右に行きましょう。うっそびっくりした、もうこれはね、みんなあそこでやられるんじゃないかな。あのトゲの、何あのトゲのガボン、ガボンじゃないや、なんていうの、あの砂漠にいるあれあれ、え、あの土管のとこ結構きついよね。土管から出てきた瞬間すぐ
壁ジャンプしてゴールしろってことかな。最近の動画で任天堂64のスーパーマリオ64のゲームを5倍速でやったんだけど、あれ実はねめっちゃ酔ってめっちゃ気分悪くなったいや面白いんだよ、早くて面白いんだけど、ちょっとやっぱ 3D が苦手な僕にとってはね。あ、危ない危ないえ、ちょっとひどかったな今。ひどいけど取られるよりかはいいか。まあ、さっきの話の続きなんだけど、スーパーマリオ64の動画をねいっぱい出したいんですけど、ちょっと酔いすぎてできないかもしれない5倍速とかじゃなかったら多分いける。ただ5倍速とか4倍速とか速くなってくると画面がぐるぐる回るじゃん。あの動画を見てねみんな気分悪くならなかった？多分プレイしている僕よりもやっぱり見てる方の方がね気持ち悪くなってくるんじゃないかな。 3D の苦手な人って結構多いよね。そういう酔うって言って苦手な人が多いと思うんですけど、てかこれラグいな、めっちゃラグいなこれ。スプラトゥーンもね僕酔っちゃうんだよね。どうしても FPS 系っていうのかな、酔っちゃうし、画面がねぐるぐる回るのはあんまり得意じゃないんですよね。853なんだこれ、853-16は、え、なんだこれまあいいか、みんなゴールできたし。そういえば最近ね実写動画を重要事項っていう形で出させてもらったんですけど、反対意見っていうのはやっぱり多いのかな。これでね僕のことを嫌いになっても致し方ないと思ってますが、あ、これはどうやって行けばいいんだ。よし、なるほど、スピードランか。でこれはじゃあ一番最初の人が有利だな。危ない、よし、オッケーオッケー。でジャンプ、あははは、青いリフトを最初に乗られたからダメなんだ。今日4750超えれないかもしれないよね。大丈夫かな、まだ720でしょ、ほとんど上がってないじゃん全然上がってないじゃん、大丈夫かな。ノコノコステージ、さてこのノコノコステージっていうのは多分ねノコノコがいっぱいいるだけだと思うんだよね。危ない、よし、あいけると思ったんだけどな。このステージなんか短そうなイメージだぞ。やっぱりか、やっぱり短いのか。俺もゴールさせてくれダメだ、やばい、どんどんレート減ってきてる。さてさて今日始めた頃とほぼ一緒のレートになってしまいましたやばいな、勝てなくなってきてるぞ最近。やっぱ帽子のせいだな、帽子を緑から別のに変えよう。帽子を変えたら多分勝てる気がする。ハンマーブロスを全て3体倒してからゴール。ハンマーブロスね強いんだよな、あのハンマーブロスって。クッパとかそういうのを抜きにして一番強いんじゃない。よし、このまんま入っていきましょう。でこのハンマーブロスね、なるほど、3体倒せばいいってことは、え、あら、どういうことこれ、なんかあるのかなこの辺にブロックが。なんもないね、なるほど、そういうことね。さあキノピオ行くんだ、よし、ここからここで多分キノピオは来るぞ。オッケー、あ、待って取られた取られた、マリオに取られた、よし、オッケーで入る。そしてでもね一番最初に行ったところでなんだよね、多分ハンマーブロスいるから。あぶねー、あぶない、これは右、なるほど、どっかにじゃあ隠されてんのかな。これはあんまり死にたくないな。で、とか言って先これだよ。もうこの子が持ってるとかないよね。うお、びっくりした、あんなとこにいんの。待って待って、あ、ここにハンマーブロスいるんだ。じゃあそれじゃあ無敵時間を利用して倒すか。あ、待って、嘘、よし、オッケー、ピオキングさんが達成したけど達成したけど、待って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 、キノピコ俺にちょうだい、よし、オッケー。そしてこのまんま右に行きます。でもね先で待ち受けてんだよな。よし、オッケー、このまんまジャンプ、
あ、ダメ、こっちじゃなかった。まずいまずい。よし、オッケーで、下、ちょっと右で、ジャンプ。うっそ、うまい、今の。え、うっそ。いやー、負けましたね、今の。うまい、今の勝ち方すごい。今のは完全にやられました。みんなアバターでかみんなアバターでかい、俺だけちっちゃい。全自動コースってことは一番最初にスタートできた人が勝ちか。なるほど、そういうことね。じゃあどうすればいいのこれ。ジャンプ。あ、待って、危ない全自動か、本当に。ここは本当に全自動なのか。あ、待って、ここダメでしょ、入ったら。よし、入って、うそワープブロックはやっぱり罠か。これ本当に全自動じゃないよね、きっと。そしてこれはスネークブロックに乗ります。で、これ下から行こうか。なんか下から行った方がいい気がする。あ、待って、ダメだ、こっちダメだ。早く早く、よし、オッケー。そしてこのまんま P を踏んだら、なんだこれ、どうしたらいいんだ全然わかんないんだけど。え、これ下行ったら、むやみにね、渡るのは怖いんだよね。よし、それじゃあ渡っていきましょう。で、ジャンプ。うお、危な。よし、待って、俺もゴールさせてくれ。あー、え、どこそれ。いや、4700切るんじゃない、そろそろ。それだけは避けたいんだけど。いくらだ今レート。やばい、切った切った。え、4700切ったんだけどはい、これでラストバトルにしたいと思います。4700切っちゃったから、せめてね、次勝って4700超えたところで終わりたいよね。あいうえおバカスカをどういう意味。さて、これで勝つことはとても難しそうですね。これどうしよっかな。あ、マジかよ、間すり抜けちゃったよ。マジか、間すり、うお、はやはや。4700は切りました。はい、それじゃあ今日は4700をね、切ってしまいましたね。とうとうやっちゃいましたいや、難しいな、バトルで勝ち続けていくのって本当に難しいと思います。気持ちはやっぱりずっと勝とうって思ってる気持ちで言ってるんですけど、なかなかね、本当に勝てません。それでもね、めげずにやっていきたいと思いますんで、ぜひ今後ともよろしくお願いします。それじゃあまたね。